こんにちは。FX のご質問。すごくいいご質問いただきましたんで、一般公開でこれは返信させていただきます。えー、ご質問はね、えー、2つほどまずはありますので、それをピックアップしたいと思いますね。えっ、ー、と、まずね、私の場合は、エントリーする以上、30ピップスは取っていきたいなと思ってるんですよ。30ピップスって言うと、だいたいね、3万円ぐらいです。うん、30ピップスを狙って、結果、10ピップスになるのは結構よくあることなんですよ。だから、最初から10ピップス狙いだと、 3ピップスとか4ピップスみたいなね、ほとんど手数料を払うためにやりましたみたいなことになっちゃうんで、ちょっとこれはどうかなと思います。ですので、30ピップス以上狙えるかなと思ったらエントリーするっていうのがまずは基本です。はい。えー、で、そのチャートパターンの最初のうちはブレイクアウトを狙うでしょうかってことなんですけども、ブレイクアウトは非常に狙いやすいんで、ブレイクアウトに行った方がいいと思うんですよ。でもブレイクアウトしようと思ったら、まずはね、レンジがわかんだよってなんないといけないですよね。レンジがわかるからこそ、そこのレンジを抜けてブレイクアウトを待つっていうふうなエントリーポイントに、 行き着くわけなんですよだからまずはレンジを見抜いていいいてかないといけなとけ、まあチャートのパターンっていうのはレンジの時期とあのブレイクアウトって言って、ね、トレンドの時期とか交互にやってきますんでじゃあ今はあのブレイクアウトしてるのかそれとも今はあのレンジなのかってことねいつでも見分けれるようになんないといけないかなと思いますそういう意味で練習としてはチャートを任意のチャートをポンと抜き出してそこに箱と線を 引くっていいいううね、そういう練習があると思います箱と線を引くってどういう意味って分かんなかったらまたご質問くださいはいえーそれですねその他押し目狙いやダブルボトムダブルトップも比較的狙いやすいかなと思ってましたそうですねダブルボトムとかダブルトップってのは狙いやすいんでうち私もね一番最初はダブルトップが出た時だけあのセルでエントリーするっていうふうに決めて1ヶ月に1回ぐらいしかチャンスがなかったみたいなこともありましたけどもねまあそんな感じになりますだから チャンスがないとき、チャンスが見抜けないときにやるべきではないんですよ。うーん。ですよね。だって、あの、例えが変ですけども、競馬の試合で勝とうと思ったら、レースで勝とうと思ったら、競馬のレースがある日しかできないじゃないですか。でも、日本全国競馬をやってないときに、エントリーしようかなと思っても、ダメですよね。だから、エントリーしたお金がどっかに消えていくだけですから、<laughs> まあ、そもそもエントリーできないんですけどね。FX もね、チャートは常に動いてるんですけども、 自分が分かる波形が出た時、形が出た時だけ行くんですよ。分かんないのにエントリーすることをポジポジ病って言うんですよ。だから慣れてくるとね、そんなエントリーの回数多くないですよ。この前もそうですけども、あの、ファンダメンタルズが強い時を見抜けるようになると、あ、これ1週間はエントリーできないなっていう判断になるんですよ。だってテクニカルをやってるわけですから。テクニカルで武器を持ってるのに、ファンダメンタルしか勝負がならない時っていうのは、ほら。 100戦100敗しますからね。だからその時はいかないですね。うん。だからダブルポケモもダブルトップなどを、う逆ん、坂田豪雨をはじめとするね、いろんなフォーメーションを知ることによって、自分がエントリーできる、まあ、力量っていうのが、チャートから炙り出されてきます。そのために、いつもチャートを見ながら補助線をいっぱい引く練習をした方がいいかなと思いますよ。はい。えー、次ですね。イメージとしては、仮に10時間の間にエントリーできるチャンスがなければ、その日は見送るというのもあるでしょうかもちろんです。私の場合は、早朝に、 チャートをを見て今日の1日の占うんですよそれが相場解説なんですけども今日は無理だなと思ったらエントリーしない日っていうのは朝6時ぐらいに判断してますからねその日はもうねチャートから離れてもうちょっとあの何、ー、ですかねフォーメーションが見えるまでほっとかないとなっていうことになります。というのが1日に、あのー、あの1時間軸でね勝負をしようと思ったら1日に10本ぐらいしか動かないんですよ。まあ自分が現役っていうかあの何チャートを見てる時間10本ぐらいしか動かないんですよ。 だからそれを朝の6時とかに判断しようと思ったらそこから遡って10本ぐらいの寝てる間の波形ですそれを計算してこのあとどう伸びるかなっていうことが頭の中にあるいろんな図式と一致しないといけないんですよねで一致しなければこれは自分ではちょっと見抜くのは無理だなと思ってもうちょっと予想見ましょうかっていうふうになってると思います特に私月曜日はほとんどエントリーしてませんからね 土日が休場でしょ市場がやってないわけですから月曜日にスタートしてじゃあそっからね、あのー、先週の金曜の夜もしくは土曜日の朝までに伸びきったチャートが1回リセットされて土日の間にもわからないお金の動きってのがあるわけですよで月曜日に例えば窓を開けましたとかっていうのもたまにあるわけですよね でそういうイレギュラーがないなっていうのを確認して月曜日をしっかりと吟味してじゃあ火曜日にエントリーのタイミングを探そうかなっていうのが私のパターンなんで月曜日にエントリーすることは本当に稀です <laughs> 稀ですよでそんな感じでねやっぱりねさあチャート開けましたってすぐに分かるわけじゃないんですよやっぱり数時間巻き戻してみたりとか場合によっては1週間前との比較を見てみたりとかねで月足を見たりとか週足を見たりってことをこねくりますわけなんですよねそういう前提がありますので月曜日は本当にエントリーする回数少ないです と同じ理由で金曜日もあんまりエントリーすることはないです。だから賞味ね、カースイモクぐらいしかきちんと厚い利益を取れるようなね、えー、そんなタイミングがないわけなんですよ。で、今回の質問なんですけども、イメージとしてはエントリーできるチャンスがなければその辺は見送るというのもありでしょうかとその通りでございます。今日は難しいなと思ったらやらないということですね、はい。その他いろいろとね、質問があると思います。えっ、ー、と前半の方でね、このいただいたメールの前半の方でもいろいろ語られてますので、これにもあのいろいろと返信していこうかと思います。 えっと、まずね、えっ、ー、と、まるそもそも時間足が長いエントリーの仕方が不勉強で、うんぬんと書いてますけども、あと、1時間っていうのは長い時間軸には入りません。えっ、ー、と、私の解釈だと、長い時間っていうのは1日とか1週間とか1ヶ月。これは長いと思います。でも、4時間1時間は、まあ、エントリーによく使われる時間帯だなと思いますよね。逆にね、1時間以下の数十分とか数分っていうのは、あの、スキャルピングにも近くなってきて、結構ね、これね、 あのー、ランダム性が強くなるんですよランダムウォークって言うんですけどもあの FX の相場とかねこういった先物の,の取引チャートっていうのは時間軸が短ければ短いほど運になってくるんですよでその運が積み重なってある程度の時間軸とかあ1日とか1週間になってくるとこれはねだんだんテクニカルが生きてくるんですよだから1時間ですら短期軸なんですよね短期軸の中でも まあ、ライフスタイルとか勝率とかをこねくり合わせて、で、まあまあバランスが取れてる形にしたのが、私の即可塾の FX なんで、1時間で取引以外はしないんですよ。で、この前みたいにね、稀にその1週間とか1日みたいなポジションを持つことがありますけども、あれはですね、115円の時から125円に行くところが、かなりの高い確率で見えてきたからなんですよ。 なんで見えたかっていうのはこれ説明が長くなりますし長い間相場見てないとあ伝わっていかないんでこれはもう割愛しますけども115円の時にあこれは120円引いて125円いくなと思ったんでこれはあのでかいエントリーを長期時給で入れました1日と1週間でそれぞれエントリーしてこれ莫大な利益を上げましただからランダムウォークって言ってね偶然性が強くなるのは短い時間軸例えば30分とか15分とか5分とか1分なんて超おあれですよ理論理屈が通用しない世界ですからね うんこれはね投資っていうのは全てに言えるんですけども長期であればあるほど儲かりやすいんですよ <laughs> 長期であればあるほど方向性の通りに進みますんでね <laughs>、まあ、例えば相場物なんて全部値上がりにかけとけば30年後にはね全部利益なんですよギザ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 しながら上がっていくんですよなぜなら人口が増えてるから取引量が増えてるからなんですよねそしたら値上がりせざるを得ないんですよね まあこれは FX についても同じことが言えますけども、それも今回も割愛しますね。もう十分ここまで話長くなりましたんで。はい、二つ目です。短期足でトレードしようとすると、値動きが長期足よりも比較して早いので、当初は利益が出るのだと錯覚していました。これはね、錯覚されるような、させるようなセールスがあるんですよ。例えば、あのー、なんですかね、バイナリーオプションとあるでしょ。あれなんてのは、どう錯覚させるかの勝負ですからね。 つまり、バイナリーオプションで勝てるっていう風に錯覚させることと、そのためにはこのツールが必要なんですよって言って、バイナリーオプションのツールを売るための錯覚です。バイナリーオプションっていう名前ついてる限り、誰がやっても勝てません。<laughs> いや、勝てないのを知っていて、セールスする方もやるんですよ。<laughs> だからね、とんでもない世界ですよ。あんなのは。本当あんなのはですよ。うん、だからね、 FX で勝てない人がバイナルオプションに流れるんですけども、そもそも FX ですら勝てない人にもっと偶然性の強いね、バイナルオプションを勝てますかって言ったら勝てないんですよ。だからあれはね、インチキなコンサルを売るためにあのバイナルオプションを盛り上げてるだけですからね、引っかからないでください。ここまではっきり言いますからね、もうバイナルオプション全部ダメです。<laughs> で、3つ目。当初は損切りに躊躇してしまって、損切り幅が短期足の方が少なくて見えてきたいたこともある、ありかもしれません。その考えでズルズル。はい。うん。 そうですね損切りはね結局は予想通りってことなんですよだって損切りのためのロスカットライン設けてるでしょもし反対側に動いた場合はここで切ろうかなっていう予測を立ててるわけじゃないですかだからロスカットを受けたってことは予測が合ってたってことなんですよただ何にも考えずにねなんとなくロスカットはこれは危険ですからね何の検証もできないですからだから全てのこと全てのことって3つですけどねあの FX ってのは そのなんでここでエントリーしたのかなんでロスカットラインをここに設けたのかなんでテイクブロフィットをここにしたのかこの3点は絶対に根拠を立ててエントリーしないとダメです根拠のないエントリーは無駄エントリーですからね絶対やんない方がいいですということで頂い,いた質問にはしっかりと答えたと思いますあと余談ですねうんえー、っと,と思いますはいそうですねそれがいいと思います あの大体ねあのボックス相場になると上下が上底と下底の間が70ピップスぐらいないと30ピップスで狙っていけないんですよだからあまりにもそのレンジ相場が短いとね例えば40ピップスぐらいしか上下の幅がないレンジだともう利益の取りようがないんで見ておきましょうぐらいしかあの私の方ではね言えませんね難しいですよやっぱりそのぐらい短くなっちゃうと70ピップスとか100ピップスの間で上下してたらフラ取れるんですよ それについてはね、これからもお話していきますんで、相場解説、あの、いつもの相場塾の相場解説を見ていただければと思います。はい、長い回答になりましたけども、すっかりとお答えしました。そしてね、あの、折しもなんですけども、先ほどもね、FX でいてのご質問動画を撮りましたんで、合わせてご覧いただきたいと思います。あの、概要欄の方に貼っときますので、今日はですね、FX の質問1と2ということで、長編を作ってみました。あの、それぞれ役に立つことばかりしか話してませんので、繰り返し見て勉強していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。